こんにちは、アルブル木工教室の辻です。今日は、DIY に使える、Tips ということ で、ですね、このホームセンターに売られているラガンの合板ですね、1枚あたり1500円ぐらいで、結構これ使い勝手悪くて、このまま、壁に貼ったりすると、やっぱり色の違いっていうのが、そのラガンの、特徴だったりするので、結構なかなかその色味が合わないとかそういうことが出てきます。でだから安いっていうのもあるんですけれども、このラガンの色味の違いっていうのを、生かした、ちょっとそのものを作ってみようということで、ご参考になればということで、ちょっとやってみます。ラガン合板は1センチぐらいの厚さのものを扱ったんですけれども、後ろにまたその